もこんにちは、ネオです。シャキーンね、にゃんせよ、よろぶん、わかにゃんだこんにちは、わかにゃんです。はい、今日はネオウィークの企画で、ネオウィーク、そう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 、ネオウィークそうの企画で、わかにゃんを呼びました。はい、うん、ありがとうございます。よしじゃあ、何しよっか。そう、あ、そう、私最初韓国語なんですよ、挨拶が、うん、動画で、うん、かわいい、あれ本当めっちゃかわいい。最初違かったんだけど、韓国語講座やってるじゃん、うん、だから韓国語の挨拶にしてほしいっていうのがあって、最近あの挨拶に変えたんですよ。うん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 。じゃあ、ネオちゃんもじゃあ今日韓国語で挨拶する動画撮ろう。イエーイいや、本当にね、好きなんですよね、わかにゃんの挨拶。こっちだから、あ、こう、そう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 、こうやってやってる。え、これがね、ハートになってるの皆さん知ってましたか？ね、今初めて知ったよそう、で、これをで挨拶してるんですけど、ね、そう、ねって言ってる最初、何ぬねのね、うん、ね、ね、はいってこと。おお、はい、こんにちはって言ってるじゃん、ね、はい、どうも、の、はい、ね、で、あにょはせよ、あにょはせよ、あにょはせよは絶対聞いたことある、ある、あるある、まあ、こんにちは、うん、って感じ、うん、ね、あにょはせよ、よろぶんって言ってます。よろぶんはどういう意味なの？よろぶんはみんなとか皆さんおーね、あにゃはせよ、よろぶんこっちの方が難しいのかな今日これの講座ね、なんだそう、ね、あにゃはせよ、よろぶん、そうそうそう、ねお、いむにだ、ねおです、ねお、いむにだ、そう、あにゃはせよ、お、もう終わっちゃったよピーンって終わっちゃうからね、あにゃはせよ、よろぶん、あかにゃいむにだね、アニュアンスよ、ヨロプン、ネオ、イブニダ、チキーン、おぉ、ミスる、いい、そうしまーす、そうしまーす、こんな朝決まるもんなの。え、この挨拶にしよう、そうだから、これにする。ネオちゃん、韓国行ったことある？ない、超行きたい、おぉ、行こう、行きたい、行く、え、連れてくれる、連れてくよ、え、行きたい、行こう、うん、さ、日本でいう沖縄みたいなね、ところがあるの、チェジュ島っていう、うんうん、あ、聞いたことある、そう、めっちゃ近い、福岡とか、そっからピュンって行けるの、そう、福岡から船で行けるの、へー、行きたいの、行こう、行こう。じゃあ韓国行った時に使う韓国語教えてください。何したい？韓国といえば韓国、ご飯食べるとかコスメ買うとか。ご飯食べるのとコスメ買いに行きたい今うちのとこコメント切って自分のところ使おうとしたでしょ絶対そうじゃんね。ご飯何が好き？韓国料理食べる？え、なんか、何？ん？なんだろう、どれが韓国なのか分かんない。サムギョプサルとか。あ、食べたことないの。行こう、超食べたいの。サムギョプサルはサムがサンっていう、日本のサンと一緒、1、2、3のサムがサムで、サムギョプサルって三枚肉って言うの。へぇ、え、それ勉強して全部分かったの？韓国語、そう、お母さんがお店やってて、そこのお客さんが半分以上韓国人の人だったの。だからちっちゃい頃から韓国人の人と接することが多くて勉強するようになった。へぇでも K-POP も好きだよ。 K-POP が好き、 K-POP 好き、そうそうそう、 K-POP が好きで韓国語喋れるレベルなって。でも割と簡単だなってうちは思う。日本語と似てるから。へぇ、並びがさ、なんか英語ってこうなるじゃん、わかる、統治法みたいに。勉強したくない勉強嫌いそうでもね、うん、韓国ミョンドンっていう竹下通りみたいなとこ、うんうん、あそこは困んないよ、日本語、本当に。じゃあいいんだよ。私4日いたけど3回ぐらいしか韓国使ってない。全部日本語なんだ。そう、日本語めっちゃ喋れる。行きたい。さっきさ、ね、アニハセヨって言ったじゃん。うん、でもアニハセヨって時間も関係ないのよ。いつの時間でもアニハセヨ使えるし、へー、なんかあ、よーみたいな、あ、ネオちゃんみたいな、会った時とかもアニョーンでいいの。かわいい。あとバイバイって離れる時とかもアニョーンでいいの。じゃあ、アニョーンだ。そう、だから動画始まる時もアニョーンでいいし、動画終わる時もアニョーンでいい。アニョーンでいいんだ。意外と簡単でしょ。うん、確かに、かわいい。だからちょっと勉強して、ぜひ今年韓国に一緒に行きましょう。はい、はい、もう全部喋らせるから若いから入るから、大丈夫だって。よし、頑張ろう。はい、ということでこんな感じで今日はネオちゃんに韓国語を教えたんです。まだちょっと私も勉強中だから、ねえ、全然一緒に勉強しよう、お願いしますはい、もしこの動画が面白かったなと思っていただけたら、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。お願いします。それでは次の動画でまたお会いしましょう。アンニョー。